小の知恵、魚釣り。塚原俊夫君が魚釣りを好むことはこれまでまだ一度も皆さんに紹介しませんでしたが敏夫君はかつて動物学を治めた時ことに魚類の解剖と生理とに興味を持ちましてそれと同時に 魚釣りも大好きになったのであります近頃では難しい事件を依頼されるとわざわざ魚釣りに出かけて考えをまとめることもありましたが多くの場合は半日か一日を面白く遊んで頭脳を休めるために魚釣りに出かけるのでした魚釣りの場所は言うまでもなく東京の郊外ですがこれという決まったところへは行きませんでした 時としては2里も三里も離れたところへ行くことがありまして、いつの場合にも私がそのお供を仰せつかったことはもうすまでもありません。私も小さい時分から魚釣りが好きですから、いつも喜んでお供をしました。ある日、私たちは久しぶりに東京負荷、バツバツ村の方面へ船釣りに出かけました。それは？ かかきききのののののががよううやくいいいいいけたたたなばはびとも言うべでででししててちをををらにますると先方から1人の巡査が拝見を光らせいまひとり洋服を着た紳士と連れ立ってこちらへ歩いてきましたが。 洋服のお紳士は私たちを見るなりにこりと笑って、「いや、年をくんじゃないか」と言いました。見るとそれは P のおじさん、すなわち警視庁の織田刑事です。これは良いところであった」と織田さんは立ち止まって言葉を続けました。実は。 きょうこれからきみのところをたずねようとおもったんだこういってそばの巡査をかえりみてなにやら小声で相談しさらにとしおくんにむかっていいましたじつはこのむらにさつじんじけんがおこってゆうりょくなはんにんとめぼしをつけていたおとこをたいほしてみるとそれがどうやらはんにんでなさそうなのでみんながこまってしまったんだきみ 一つ働いいてくれないか。俊夫君は魚釣りに来たことなどすっかり忘れてしまったと見え玄関によろしいと返事をしましたので小田さんたちは道を引っ返し私たちを案内してやがて4人は村の駐在所へ参りました小田さんと連れ立っていた駐在所詰めの巡査は俊夫君に向かって次のごとき事件の顛末を語りました この村には山田留吉という生まれながらの白痴があるのだそうです。留吉は今年し十五歳ですけれども、その知恵は三歳の子供にも劣っております。しかし神様は彼に知恵を与えることを惜しみ保うた代わりに、彼のご器官のうちのあるものを、普通の人間よりもはるかに鋭敏ならしめ保うたのであります。すなわち、 乙女吉の目は猫よりも鋭くまたその鼻は犬よりも里いのでありますその上彼は筋力にもすこぶる恵まれておりまして一口に言えば症状のように強かったのであります彼は人間の話す言葉を介することができると同時に人間の使う言葉を話すことができませんでしたしたがって彼は 顔や形こそ人間ですけれど、その性質はむしろ動物に近いといった方が早わかりであります。村の人はそれゆえ彼を指して人間の猫だと言いました。東京に近い地方でありながら、村の人たちはかなりに迷信深く、彼の生まれたのは彼の祖父が猫を殺した祟たたりだと解釈しました。 実際彼はネズミこそ取りませんでしたが、魚の姿を見るとその魚が誰の手にあってもすぐ飛びかかっていって奪い取り生のままむしゃむしゃ食べるのでしたたまたま彼の家の前を魚を携えて通るものがあるとそれを嗅ぎつけて家の中から走り出しあっという間に取っていくので村の人々は魚釣りの帰りなどには 決して彼たなおまた彼は23日魚を食べないとたとえ雪の降る日といえども川の中へ飛び込んで巧みに魚を捕らえてきてはむさぼり食べました魚を携えて近寄らぬ限り留吉は決して村人に害を加えませんでしたしまた別に性の悪いいたずらもしませんでしたから村人はどちらかというと。 彼の伯運に同情しておりますが、さりとて誰一人彼を可愛がるものはありません。しかし、ながら彼は村人に可愛がられない代わりに、その母親によってこの上もなく可愛がられました。彼の父は彼の七歳の時病死しましたので、母親は一人っ子のトめキチを杖とも柱とも思いましたが、トめキチは。 母親の強烈な慈愛をもまるで感じないかのように暮らしました。私が死んだら止め、吉はどうなるだろう。決して私は止め、吉より先へ死んではならぬ。というのが今年四十五歳になる母親おとよの平素の願望でありました。家には相当の財産もあって、女中や咲く男は起きませんでしたが。 村の人に田を作らせて取る年貢米は親子2人の生活を支えるに十分でありましたから瓦吹きのこぢんまりした家に2人は比較的平和な日を送っていたのでありましたところが母親お豊の平祖の願望は今より2週間ほど前彼女の非業の死によって微塵に砕かれましたすなわちある夜。 彼女の家に何者かが忍び入って彼女を絞殺し去ったからであります最初返事を発見したのは一さんという村の遊び人でした一さんは長らく東京にいましたが最近郷里に帰ってブラブラ遊んでいるのでした東京で何をしていたのか誰も知りませんが自分ではある呉服屋の番頭を務めていたところ 最近少し呼吸器を害したから西洋方々帰っているのだと申しているそうですしかし一見したところでは呼吸器の悪そうな顔もしていないそうで天気さえ良ければ朝早くから魚釣りに出かけることにしていたのですその朝例のごとく一さんが釣竿を担いで留吉の家のそばを通りますといつもその時間に空いているはずの雨戸が その日に限って閉まっておりましたので不審に思って裏の方へ回ってみますと裏口の戸が開いていたので暗い中を覗き込むように頭を差し入れますと鼻くの匂いを嗅ぎつけたと見えて留吉が中から走り出してきました留吉は妙なうなり声を出して鼻くの蓋を開けましたが空であったからがっかりした様子でしたしかし一さんは 兜吉の様子がなんとなく変に思われたので奥の前へ入って行くと表の雨戸の隙間から来る光線で母親おとよが布団から体を半分ほど乗り出し首に手ぬぐいを巻かれて横たわっているのが見えました手を触ってみるともはや冷たくなっていたのであっと驚いて走り出しとりあえず 村の駐在所に急を報じたのです直ちに電話でこの駐在所を管轄している B 署に急が報じられると B 署から探偵と警察糸が駆けつけました取り調べの結果およは前夜11時ごろに考察されたものでおとよの寝室にあったタンスの引き出しが1つ残らず開けたまんまになりその中身がかき乱されているところを見ると 殺害の動機は窃盗であると察せられました。おとよの家は四間からなっていて、おとよは仏壇の置いてある座敷を寝室としていましたが、その隣の南戸には富吉吉の寝床が敷かれてありました。首に巻きつけられて拷殺に使用された手ぬぐいのほかにはこれという犯人の手がかりはなく、家の周りを見ても近頃一向雨が降らぬので。 足跡などは発見することができませんでしたまたそのあとに行われた死体解剖の結果も考察ということを確かめることができたばかりで何の手がかりをも与えませんでしたところが幸いにもたった一つの手がかりである手ぬぐいが村人の証言によってこの村のならず者で独り者の進次郎の所有であることが分かったので。 警官たちは時を移さず進次郎の逮捕に向かうと彼は早くも風をくらって逃げたあとでしたからいよいよ犯人は進次郎に違いないということになり処方へ手分けをして捜査したのですが彼の行方はとんと不明でありましたするとおとよ殺害の日から12日を経たおとといの朝行方をくらましていた進次郎が 標準として帰ってきたのであります。彼は四十前後の人相の悪い男です。巡査は直ちに彼を引っ張っていきましたが。彼は驚いて、何事も知らぬと弁解しました。しかし、手ぬぐいを見せると。確かに自分のものだが、いつ落としたか知らないと申しましたので。巡査が事情を告げると。彼は強行の行われた日の夕方。 千葉の旧主人の病気を見舞いに行ったが案外重かったので過人に止められるままに滞在した旨を語りましたそこで昨日警察の手によって彼の滞在した先を取り調べると果たして彼の言葉通りで教行の夜には彼がこの村にいなかったことが分かりましたさあそこで事件は 死骸は焼かれてしまったし留吉の家には何の証拠があるでなし何とも早手のつけようがないのでとうとう警視庁から小田刑事が出張したのですが小田さんも事情を聞いてとても自分の手では解決が難しいと思われたのでおく君に依頼しようとしたところへ私たち2人が行き合ったというわけなのです。 としおくんは巡査の語る間黙って聞いておりましたが、やがて。博打の留吉はどうしましたか？と尋ねました。お豊さんのいとこにあたる人が留吉の家へ来て世話をしています。と巡査は答えました。あなた方は留吉を尋問しましたか？と、さらにとしおくんは尋ねました。 巡査は驚いたような顔をして年尾君を見つめながら、人間の言葉がわからぬのに尋問ができますものかと答えました。年尾君はにやりと笑いました。そうして、だからいけませんよ。富明吉を尋問しないで、どうしてこの事件が解決つくものですかとこともなげに言いました。 小田さんはじめ私たちはあっけに取られて敏夫君の顔を見つめました消えた証拠しばらくして小田さんはそれでは君は白鎮を尋問するのかと尋ねました敏夫君は意地悪そうな笑い方をしましたそうでないですよ 白地の家で行われた犯罪なら白智が知っているはずだというだけですそれよりもまず考察に用いられた手ぬぐいを見せてもらいましょう白智山田留吉の母おとよの考察された手ぬぐいは B 書に保管されてありましたので織田刑事と駐在所の巡査とは利尾君と私とを案内して半利ほど下手だった B 書に連れて行ってくれました私は 不要になった2人分の釣り道具を担いで歩きながら、敏夫君がこの事件をどんなふうに探偵するであろうかといろいろ考えました手ぬぐいの持ち主たる新次郎は有力なる権利者として逮捕されたけれども殺害の行われた時には村にいなかったのですから彼は犯人ではありませんしてみると誰かが彼の手ぬぐいを拾って音よを殺し 彼に疑いのかかるように計画したのかあるいは進次郎の手ぬぐいを音よが持っていてただ犯人がそれを使用したのだったに過ぎないかもしれませんいずれにしても進次郎が犯人でないとなってみると誰に疑いをかけてよいかわからぬので警察の人がはと当惑したのは無理もありませんこの上はその手ぬぐいを検査して何かの手がかりを得るより他はないが 果たして敏夫君が見事に手がかりを発見することができるだろうかと私はひそかに胸を躍らせながら B 書の門をくぐりましたするとその時一人の男が署の中から急ぎ足で出てきました田舎者らしくない風采をした彼はうつむきがちに私たちのそばを通り過ぎようとしましたがその時私たち一行のうちの巡査は いちさん、ご苦労だねと声をかけました男は顔を上げましたがなんとなく落ち着かぬ様子をして何やら口の中で返事をしながら逃げるように去りましたあれがお豊さんの殺されたのを最初に発見した一さんですと巡査は小田刑事に向かって告げました小田さんはただうなずいたのみでしたが敏夫君は立ち止まって 男の姿の見えなくなるまで見送っておりました。やがて私たちは B 署の応接室で所長に面会しました。織田さんは所長に利尾君を紹介し、狂気として使用された手ぬぐいを貸してもらいたいと申し出ました。所長はよく太った赤ら顔の気の短そうな人でしたが、心よく承諾してベルを押し一人の巡査を呼んで言いました。 君、尋問室の僕の机の右の引き出しに例の手ぐいが入れてあるから、持ってきてくれたまえ巡査はうなずいて出て行きましたが、しばらくすると帰ってきて所長引き出しきにはぬぐいがありません。と告げました。うにと、所長は驚いて出て行きましたが、 それから5分たたぬうちに署内は大騒ぎになりました唯一の物的証拠であった手ぬぐいが紛失したのであるから警察としては大失策と言わねばなりません署長の話によると進次郎が犯人でないと分かったのでさらに宣告教皇の最初の発見者たる一さんを呼び寄せて尋問し いちさんに説明を求めるために手ぬぐいを出していろいろ尋ねたのであるから今から15分前までは手ぬぐいが確かにあったはずだとのことでした所長は非常に狼狽していちさんが盗んだかもしれぬと言っていちさんの後を追わしめていちさんを呼び戻し身体検査をさえ行いましたがついに手ぬぐいは発見されませんでした所長さんは 確かに手ぬぐいを右の引き出しにお入れになりましたよと一さんは身体検査が済んだから申しました一さんを返してからなお所長は念のために机の引き出しやその他のところを探しましたが手ぬぐいはとうとう見つかりませんでしたしてみると警察署の内部の人間が盗んだのかあるいは外から盗賊が入って盗んでいったのかもしれません しかし果たして手ぬぐいが盗まれたとすると盗人は何の目的でそんなことをしたのでしょうか警察の人を困らせるための単なるいたずらでしょうかあるいはもっと重大な理由があるのでしょうかいずれにしても署長は手ぬぐいを失って非常に恐縮し落胆しました敏夫君はその姿を見て同情したと見え 所長さん、手ぬぐいのなくなったことを心配してはいけませんよ手ぬぐいが盗まれたのでかえって事件の手がかりができましたよと申しました所長はびっくりしておく君を見つめどどうしてですかと尋ねました手ぬぐいを盗むものは犯人よりほかにないじゃありませんかだから犯人は高飛びしないで この付近のどこかにいるということがわかります。でも、その犯人が誰だかわからぬじゃないですか。そうですよ。だからこれから犯人が誰だかを探偵しようというのです。信次郎はまだ交流してあるでしょちょっと合わせてくれませんか。犯人権利者の信次郎は、ならずものと評判されているだけにあまり忍聴の良い男ではありませんでした。 年君は進次郎が連れられてくるなりじっと彼の顔を見つめておりましたがしばらくしておもむろに尋ねかけました進次郎さんお前さんはこれまでたびたびおよさんの家へ行ったことがあるかね畑の工作を頼まれて時々出入りしましたあの手ぬぐいはおよさんの家へ忘れてきたのではないかねええ違います もう長いこと伺いませんし確か先月のお祭りの時まではあの手ぬぐいを持っていたと覚えていますうんそしてお祭りからこちらへはおとよさんの家へは行かなかったのだね進次郎はうなずきましたお祭りの時には村の人たちと集まって酒でも飲んだかねええすっかり酔ってしまいましたよその時は 村中の人が集まっていたかねええ、村の組は五つに分かれているんです。私たちの組は二十件ばかりです。すると、二十人ばかりの人が集まったのだね。集まった人は誰々だか分かっているかね分かっております。お豊さんの家はその組へ入っているかね入っておりません。なんという人の家が祭りの宿だったね。 さんのところでした。おくんはしばらくうでをくんでかんがえましたいちさんはおとやさんのいえはおりおりたずねていくようすだったかねさあそ,それはよくぞんじません。もうよろしいよくきかせてくれましたしんじろうがさるととしおくんはしょちょうにむかっていいましたしょちょうさん。 もう新次郎は放免してもよいではありませんか無ろん今日は返すつもりです。で、犯人の見込みはつきましたかと所長はこの小さい探偵の姿を好奇心を持って見つめながら言いました。まだ分かりませんよ。まずお祭りの時に新次郎と一緒に集まって酒を飲んだ連中を調べねばなりません。しかし。 何の証拠もないのに20人から調べたところで何にもなるんじゃありませんかと所長は反問しました敏夫君はニコリと笑いました私たちは敏夫君が何を言い出すかと固唾を飲んで待ち構えましたすると敏夫君はいつもの通り快活な口調で語りかけました言うまででもなく今度の事件では。 何一つ物的証拠というものはありません。たった一つの証拠はさっき盗まれてしまいましただからこうした事件には顕微鏡も試験管も何の役にも立ちませんもし手拭いが盗まれずにいたら僕は手拭いの埃りを集めて調べるつもりでしたが今はかえってその面倒もなくなりましたどうせ手拭いを調べたところでおそらく何の手がかりもありますまい もし手ぬぐいに手がかりがありそうならば何を差し置いても探し出さねばなりませんがその必要がないから僕は売っちゃっておくのですしかし手ぬぐいを盗まれたということは手ぬぐいそのものよりもはるかに尊い手がかりを与えてくれました前もお話ししたようにそれによって犯人がまだこの付近にいるということがわかります 強行後2週間も過ぎているのにまだ逃げなかったということは犯人が決して自分に疑いはかからぬものと安心していた証拠ですつまり真犯人は真次郎が犯人とされるに違いないと思っていたのですところが犯人は真次郎でないとわかり再び手ぬぐいが別の意味での証拠物件となったので犯人はまんまとそれを盗んで行きました それゆえ、犯人が高飛びしなければ捕まるに決まっております科学探偵という仕事は物的証拠を科学的に調べるばかりが脳ではありません犯人を科学的な方法で捕まえるのも科学探偵中の重要な部分ですだから僕は今回の事件で 犯人のの科学的逮捕を試みよううと思うのです。私たちは皆敏夫君の言うことをよく理解することができませんでした科学的逮捕とはどんなことをするものかねと織田刑事は尋ねました手ぬぐいを盗んだのはこの署内の人かまたは進次郎とお祭りの時一緒に酒を飲んだ連中のうちにあるに違いませんからそれらの人を集めて にをびすす。のでどうやって選び出すのかねとしおくんはずるそうな笑い方をして大声で言いましたハクチ留吉の知恵を利用するのですよ科学的逮捕私たちはあまりの意外に 黙って年尾君の顔を見つめるだけでした。だって年尾君、トメキチはものを言うことさえできぬじゃないか。年は十五だそうだが、その知恵は三つ子にも劣っているそうだよ。とようやく小田さんが口をききました。けれど P のおじさん、白地でも人間の子ですよ。犬や猫とは違います。とにかくこれからトメキチに会おうと思います。 いしてくださいと利代君はししましたたたび織田さんとち君は途中の魚屋で3寸ほどの船を1匹買いそれを新聞紙に幾重にも巻き外から少しもにおいのせぬまで包んでポケットに入れました留吉の家に着いた時は秋の日が暮れかかっておりました 死従ばかりの女の人が私たちを出迎えましたがそれは死んだおとよさんのいとこにあたるおやすさんという人でした留吉はその時どこかへ遊びに行って留守だったのでおく君はまず凶行のあった部屋をはじめ家じゅうをざっと検査しましたとその時留吉がひょっこり帰ってきました白地に特有な青白い無表情な顔でしたが しの彼は私たちの姿を見るなりけげんそうな目つきでぼんやり立っていましたがやがて何を思ったか畳の上へ上がってきましたこれを見た敏夫君はポケットの包みを取り出しそれを右手につかんでだんだん彼の方へ近寄っていきましたすると敏夫君と留吉との距離がおよそ2軒ほどになった時 乙女吉は急に鼻をうごめかしかけたがいきなり猛烈な勢いで俊雄君に踊りかかったかと思うとあっという間に新聞包みを奪って逃げてゆきました俊雄君は黙って笑うだけでした P のおじさんこれで乙女吉の尋問は済みましたよと俊雄君は申しましたえけれど と小田さんはあっけに取られて言いました逃げていってもかまいません今の尋問で留吉の知恵は十分わかりましたからこの上は彼の知恵を借りて犯人を探し出すばかりですどうして探し出すのかねそれではここでその手順を申しましょうこう言って敏夫君は 重罪所巡査の方を向いあさっての晩このうちで東京の役者にお芝居をさせようと思いますそしてこの間のお祭りに新次郎と一緒に一さんの家で酒を飲んだ20人ほどの村の人に見物に来てもらおうと思いますでどうかご苦労ですが皆さんに10時ごろにこの家へ集まってもらうよう言い伝えてくださいませんかそれからと おやすさんを呼び寄せ。とめ吉には、明後日の夜まで一匹も魚を食べさせないようにしてください。きっとですよ。年尾君はさらに小田さんに向かい。どうもいろいろご苦労様でした。これから東京へ帰りが方、明後日の夜の手順を相談いたしましょう。年尾君がみちみち話したところによると、芝居と言っても。 普通劇場で行われているようなものではなく2人の役者にお豊さん殺しを演じさせるというのでしたすなわち1人をおとよさんに扮装させいま一人をくせ者に扮装させてなるべくおとよさんの殺された時の光景に近い状態を実演させようというのでした敏夫君の説によると人間の死ぬせつなには人間の霊魂は 第一に愛する者のところへ行くから、白智はきっと母親の殺された時には目を覚ましたに違いなく従っておそらく犯人の顔は見たに違いないけれど残念なことに彼はそれを口に出すことができないのであるそこで今彼の前で当夜の光景を再演したならばきっと犯人を思い出し 人い。そうすればその飛びつかれた男が犯人であるというのでした小田さんも私もこれを聞いて平素の年夫君に似合わぬことを言うなと思いましたなんとなれば敏夫君はこれまで霊魂の存在を信じていないからでありまして科学的に自分で実証しえないものは

紛争そのかつつえにいいいいて、しい注意を与えまししちをたた。た。たままよよとが敏夫君は小さな手かばんの中へ紙で厳重に包んだものを入れて携えました。最初駐在所を訪ね、 それから、巡査とともにとめ吉の家に行きました。それは8時頃でした。おやっさんは心よく出迎えてくれました。とめ吉は2日間魚を食べなかったためか、元気がなく奥の間に寝転んでおりました。おいおい村の人が集まってきました。野次馬も来たようですけれど、巡査のために追い返されてしまいました。10時頃。 予定の人数はみ,な揃いましたみんな面白い狂言でも見せてもらえることと思っているようでしたことにかのおとよさんの死体を最初に発見したいちさんはいっぱい期限でやってきて東京通のこととていろいろ東京の芝居の話などをみんなに聞かせておりましたとしおくんは村の人を土間と座敷との中間に位する部屋に半円形に一列に並べて座らせました それから座敷すなわち教皇の演ぜられた部屋に寝床を敷いてもらいました人々はいずれも意外な面持ちをいたしました寝転んでいた白地留吉はたくさんの人の集まったのに多少興奮したのかその辺を歩き回っていました10時半になった時敏夫君は村の人に向かって言いました皆さんよく集まってくださいました 今夜集まっていただいたのは他でもありません皆さんにお豊さん殺しの犯人を逮捕する手伝いをしていただきたいと思ったからですちょうど今はお豊さんが殺された時刻ですからこれからお豊さん殺しの芝居をやって留吉に見せようと思うのですそうすればお豊さんの一年が留吉にこもっているのですから留吉はきっと犯人を見つけ出すだろうと思います よもや皆さんの中に犯人があろうとは思われませんがとにかく一度試してみますからどうかお静かにご覧を願います辺りは水を打ったようにシーンと静まり返りましたやがて留吉はおやすさんとともに敏夫君の指図によって座敷の手前の右隅に座りましたそれから君は、 お豊さんにししたた。役者を布団の中へ寝かせました薄暗い伝統の光に照らされた寝姿はお豊さんが生き返ったのではないかと村人に思わせたと見え村人はいずれも固唾を飲んで見つめました敏夫君と私とは村人の列の後ろに陣取り小田さんと巡査とは土間に降り立って警戒しました障子その他の建具は無論取り外してあります 間もなく柱時計が寂しい音を立てて11時を報じましたとその時難度のほうから黒い布で覆面した1人のくせ者が1本の古手ぬぐいを手に下げてみしりみしりと歩いてきました彼は敷居のところでしばらく立ち止まって考えていましたがやがてひざを折って おとよの枕元の方へ近寄りまへりした。さすがのき吉もじっとその方を見つめておりました村人はいっしょうけんめいにいわば我を忘れてこの真に迫った演劇を眺め入りました枕元まで近寄ったくせ者は布団に手をかけたかと思うとぱっとそれをはねのけましたとその時おとよさんは あれーと一言逃げ出そうとしましたが、くせ者は飛びかかって、手ぬぐいで手早く首を絞めましたので、おとよさんは布団の外へ半身を乗り出し、どたりと倒れました。その時です。白地留吉は何を持ったかくるりと村人の方を向きましたが、次の瞬間、パッと立ち上がったかと思うと、ちょうど敏夫君の前に座っていた一さんの首筋めがけて飛びかかったので、 いちさんはあっと言ってあおむけに倒れましたが留吉は死に物狂いで何者をか探そうとするかのようにその体に乗ったり降りたりして暴れましたああいけないいけない留吉堪忍してくれお前のおっ母さんを殺したのは俺だと一さんは苦しそうに叫びました 皆さんおとよさんを殺したのは一さんでした一さんはその場から警察へ連れられて行きましたが村の人はあまりのことにびっくりしてろくに口をきく人さえありませんでした一さんの白状するところによると金に困ってかねてからおとよさんを狙い祭りの時に進次郎の手ぬぐいを拾ったのでおとよさんを殺して金を奪い 手ぬぐいをそのままにしておいて、進次郎に疑いのかかるように企んだとのことでした。その夜、桔梗の途上敏夫君は織田さんに向かい、次のように語りました。教皇を発見したのが、いちさん進次郎と一緒に酒を飲んだのが13。それから警察で手ぬぐいを盗んだのが間違いなく13で僕は。 犯人は一さんが一生懸命に芝居を見ている後ろで僕はお豊さんが首を絞められる時にカバンの中の船の包みを取り出してよいと一さんの肩のそばへ差し出したのです留吉は23日魚に飢えていたのですぐに嗅ぎつけてそれを取りに来たのですが僕が再びカバンの中へ入れたから 一さんが持っってていいることだとだ思って留吉は大いに探しましたしたかし一さん自身は留吉が犯人を思い出したと思いとうとう白状したのです科学探偵とは顕微鏡や試験管を使うことばかりを意味するのではありません物事を科学的に巧みに応用して探偵することも科学探偵なのです